こんにちは、緑川です。リカチャンネル編み物部へようこそ。今日もよろしくお願いいたします。今日はね、こちらの、リサイクルコットンでプルオーバーを編みたいと思うんですが、今回イメージしているのは、ブラトップの上に、着るものなんですが、大きな、透かし編み、大きなマス目状にして、脇などがね、こうゆったりしたオーバーサイズな感じのゆったりとした、はい、プルオーバーを編みたいと思います。よろしくお願いします。そして、こちらが今ね、グラム数を測りました。こちらのホワイトが、69g ね。この真ん中の、多分サックスブルーという名前だったと思うんですが、こちら 100g、 そしてネイビーが 84g。 こっちのネイビーは前ので 50g 入りなんですけど、こっちの白はね、40g 入り。それですので、グラム数をね、全部測りました。そして合計が 253g になりました。こうすると 50g 入りの場合だったら5玉だし、40g 入りだったら、6玉という計算になるかなと思います。これが私の残りなので、はい、これをね、全部使って編みたいと思います。はい、今日もね、トップダウンで編んでいきます。そして、作り目は、細編みで編んでいきますね。鎖編みから細編みでもいいんですが、いきなり細編みをやっていきます。ではね、20センチぐらいほど残して、まずは編む準備です。かぎ針の号数は8号5ミリです。最初に鎖編みを2目編みます。はい、鎖編みが2つできました。ではね、この一番最初の方に針を入れて細編みを編むのですが、このようにしますね。このまま1目目の左側の半目と裏山の2本、はい、左側半目と裏山の2本、このように針を通します。そしてここから上糸をかけ、ここをね、鎖編みだったところをくぐって手前に連れてきます。はい、そして次に上糸をかけて、ここで鎖編みをします。それから糸をかけて全部引き抜いて、はい、ここまでが細編みの1目目ということになります。続けます。先ほど編んだ鎖編みがここにあるんですけれども、またここもね、左半目と裏山に針を通し、上糸をかけくぐって手前に連れて出てきます。そして糸をかけて、ここで鎖編みを編んで、糸をかけて全部引き抜きます。これでね、細編みが2つできました。同じことをしていきます。さっき編んだ鎖編みの左側半目と裏山、ここに針を入れ、糸をかけくぐって連れて出てきます。かけて左側で、ここで鎖編み、かけて全部、これでね、細編みが3目になりました。はい、また前の鎖編みの左側半目と裏山に針を通し、かけてくぐって出てきて、かけて鎖編み、かけて全部、もう一つ編んでみます。先ほど編んだ鎖編みの左半目と裏山の2本に針を通し、糸をかけてくぐって連れて表に出てきます。糸をかけて鎖編みをして、糸をかけて引き抜きます。はい、これで今ね、 1,2,3,4,5 目できたところになります。このようにしてね、編んでいきます。はい、細編みをおよそ60センチほど編んできたところになります。これは数はね、まだ数えてません。だいたい60センチです。そして今日はトップダウン、首のところから裾に向かって編んでいきます。まず頭周りをメジャーで測って、私は頭周り56センチです。それにゆとりを2センチプラスして58センチ、ここのところがだいたい58センチになるようにということに、はい、このように設定をします。そして今日はね、目数のルールがあって、3×いくつか
プラス1です。この四角は模様の回数になりますね。はい。ですので、例えば、ここが、仮にね、10回としたら30、プラス1で31目とかになります。はい。そのようになります。例えば、ここが7だったら、3721、プラス1で22ということになります。それではね、これから、これを測って、決めていきたいと思います。まずね、いつも通り、こちら 30%、後ろ前は 30%、首肩 20%、この58センチを基準に、このパーセンテージで割り振って、何名必要かを計算していきます。まず、58センチかける30%は何センチかなと計算します。58センチかける20%は何センチかなと計算します。はい、58×30% は 17.4、 58センチ×20% は 11.6。 はい、それではこれが今度何目分かなっていうのをね、実際測ってみていきます。細編みの頭2のところに印をつけて、およそ 17.4 センチのところにね、マーカーをつけました。はい。マーカーの内側の目数を数えます。1、2、3、26。はい、今ね、26目でした。一旦ね、ここにメモをしておきます。26目でしたね、はい、そして今度は 11.6 何目かなと見ていきます。目数を数えます。17、はい、17目でした。それでは、この求めた数字をこの絵に当てはめていきたいんですけれども、一番近い方がいいと思うんですが、これ3波24、25目、1目少ないけど、ここを8にしたいと思います。3波24、25目。はい、そうするとここが25目、25目、それから下は17目だったんですが、サブ68だと19で多すぎるから35ですね。35、15、16。はい、このようにね、なりました。はい、皆さんも、ここのところからね、同じように
計算してみてください。そして私の目数は25足す16足す16足す、そしてこのね、丸1はマシュメポイントです。4箇所に丸1取りますから、4目必要になります。じゃあの合計は25足す25足す16足す16足す4は86目。はい、このようになりました。ここまで同じようになさってください。次は、このね、決まった目数を印をつけていくので、マーカーを準備しましょう。4つ必要です。そして、この ① と書いた角のところ、マシ目ポイントにマーカーをつけていきますね。スタートはここになります。そして、尻尾さんのあるこの細編みの1目目、ピンクのマーカーがついていますけれども、はい、ここがこのね、⑩に当たります。なので、このね、細編みの足のところにマーカーをつけていきます。そして25目隣から数えますね。ピンクのマーカーが1目目だから、その隣から、25を数えた隣、はい、隣の細編みの足にマーカーをつけておきます。次は16目です。隣から数えます。16目数えてその隣にマーカーをつけます。次はまた25目です。25を数えた隣にマーカーをつけます。最後は16目です。はい、はい、多かった分をね、ほどきます。はい、これでこのようにね、印をつけたということになります。それではこの間の目数をね、もう一度数えて確認をしていきます。はい、私のね、目数を確認してきました。の後ろ身ごろ側が、25目、そしてこの袖方が16目、25目16目とね、確認をしました。それでは、ここを輪にしていきますね。ねじれがないか確認してつないでいきます。そしてこのピンクのマーカーが1目目ですが、後ろから針を刺して引き抜きますね。はい、そしてのループをかけて、ループを後ろへ、はい、コブができないようにくっつけました。この下側はね、開けたままで大丈夫です。それでは、早速、1段目を編んでいきますが、次からはね、長編みと鎖編みを編んでいきます。そして1番目からね、黄色のマーカーがある通り、増し目ポイントになります。このところは、増し目ポイントの、全体の左半分を編むんですが、ここのところにね、長編みを2目編みます。今日はウェアですので、長編みの立ち上がりで編んでいきましょう。はい、糸を伸ばして、この糸を指で押さえます。針を少し回して、糸を絡めて押さえます。そして、細編みの1目目のところ、頭に針を入れ、上糸をかけ、連れて表に出てきます。このようになりますね。これで長編みをしていきます。
かけて、最初のところは輪をくぐります。2番目は輪がないから下を通ります。そして針をこのように伸ばすと、はい、長編みの途中までできていますね。かけて引き抜いて、これで長編みが1目できました。はい、同じところにもう一目長編みです。はい、普通にね、長編みを編んでみましょう。はい、同じところにね、長編み2目編みました。これは増し目ポイントだからこのように編みました。ではね、次に進みます。次に長編みを1目編みます。はい、隣の細編みに長編みを1目、そして次は鎖2つ、細編みを 1,2 スキップして長編みを編みます。今日は間鎖2目の方が編みになります。鎖2つ、1,2 スキップ長編み、鎖2つ、 1,2 スキップ長編み、鎖2つ、 1,2 スキップ3番目に長編み。はい、ここのところは細編みが2つとスキップしていて、この上は鎖編みを2目とね、編んでいきます。はい、最初のところからこのように編んできました。もうすぐね、次の角がやってきます。今鎖2つ編んだから 1,2 スキップして3番目に長編み。そうすると次はね、増し目のところが来ました。黄色のマークをしているところです。増し目のところは、長編みをまず2目編みます。そして鎖編み2目します。そして同じところにさらに長編みを2目編みます。はい、ですから増し目部分の黄色のマーカーがある細編みのところには、長編み2つ、鎖2つ、長編み2つの合計で6目分なんですが、編み方は222と覚えます。はい、いつもね、222と覚えます。ではね、次の角までね、編んでいきましょう。まず隣のところ、はい、長編みを1目編みます。黄色のマーカーをしていたすぐ隣からまず長編みです。そして鎖編み2編みして、1,2 スキップ3番目に長編みです。鎖2つ、土台を 1,2 スキップ3番目に長編み。はい、同じように繰り返します。はい、 1,2 スキップ3番目にすると、次がね、はい、黄色のマーカーのある増し目ポイントです。222を編みます。222を編んだら次に進みます。隣の細編みに長編みを1目編んで、次は鎖2つ、 1,2 スキップ長編みと同じことを繰り返していきますね。全体を確認してみましょう。はい、このようにね、角ができていると思います。ではね、同じようにこの辺りまで編んできます。はい、角を曲がってもうすぐね、編み始めのところに戻ってきたというところです。今鎖編み2つしたから 1,2 スキップ3番目、ここが一番最後の細編みになります。はい、そしてここのところなんですが、一番最初、増し目ポイントの左半分だけ編んでいたから、ここをね、長編みを2目編んで仕上げます。このピンクのマーカーがついている長編みの根元、はい、ここが一番最初の細編みの頭ですが、このところにね、長編みをまず2目編みます。はい、これで増し目ポイントの
222のね、左右の2ができています。あとは真ん中に鎖編み2つ編むとできるんですが、ここは便宜上鎖1細編み1で終わります。鎖編みを1つしてピンクのマーカーを外して、マーカーをしていたところに針を入れ、一番最初の長編みに針を入れ細編みをします。はい、これでね1段目が編み終わりました。はい、このようにね襟の形が分かってきましたね。それでは2段目を編んでいきます。一番最初は最後にできたこの隙間に、やはり同じように増し目ポイントの左半分を編むから長編みを2目編みます。この隙間に長編みで立ち上がって長編みを全部で2目にします。はい、押さえて針を回して糸を絡めて、輪の中から上糸をかけて連れてきて、かけてくぐる、下を通る、かけて全部、これで1目できました。ウェアなのでね、長編みのこの立ち上がりおすすめします。はい、これで隙間にまずね長編み2目できました。222の左半分の2ということになります。はい、そして次がねポイントがあります。まず、ここで鎖編みを2つします。はい、そして長編みが3つ並んでいますが、鎖編み2つした分なので1、2スキップ、そして3番目に長編みをします。そしてこの時に、遮光しない長編みにしたいから、この足、右側の足と頭をね取って、針の上に糸3本取って長編みをします。このね始め方ポイントになります。角の隙間に長編み2目編んだら、鎖2つして下の長編みを2目スキップして、長編みの上に長編みをしました。そしてここからあとは先ほどと同じです。そしてここも V になっている右の足と頭をすくって、遮光しないようにこのように長編みを編みますね。方眼編みが綺麗になります。右側の足と頭の合計3本を針にとって長編み、鎖、長編みに針を刺すときは、ここで私は左手の中指でこうやって押さえていて、こうやって押さえておいて編んでいますね。こんな風に編むと長編みがまっすぐ綺麗になりますので、とてもおすすめです。そしてここですね、2目スキップして最初の長編みのところに針を入れ、長編み、そして鎖2つして、長編みを2つスキップすると角の真ん中にやってきました。ここで222角の編み方をします。はい、そしてまた鎖2つして、長編みを1、2スキップ3番目に針を入れ長編みをします。はい、このようなね見た目になります。そしてあとはね同じです。はい、編み始めの方にね戻ってきているところです。鎖2つして、はい、長編みに長編みをして、そして鎖2つして、今度はこの長編み2つスキップすると、この最初のね、隙間に戻ってきました。角を作ります。長編みを2目編んで、はい、角の準備ができました。終わりは鎖1細編み1とします。はい、角の割り方はいつもこのようにしますね。はい、これで2段目ができました。それでは3段目に進みます。はい、伸ばして隙
間に長編みを2目です。で、今度はね、この方眼編みを基調に編みたいので、ルールがね、はい、ここ長編み2目しかないですよね。はい、なので、ここのところはここを目数を合わせたいから鎖1で始めてスキップして、この長編みに長編みを編みます。はい、方眼編みを基調にするので、はい、このようにしますね。長編み2目編んだら鎖1をして1目めの長編みをスキップして、このね、長編みの上に長編みを編みました。ポイントになります。はい、そして方眼編みを編んでいきます。角の手前にやってきました。まずは一つ方眼編みをしますね。鎖二つをして最初の長編みのところに長編みをします。そうするとここに長編みがまだ一目あるから、角に行く前にね、この分として鎖一を編んでおきます。この鎖一とこの長編みが対応していて、目数をね揃えたということになります。そしてこの次に角に入ります。角はいつも222です。角ができました。次に行きます。ここも方眼編みをするにはここに長編みを編みたいですから、ここね1目余っているから鎖1をしてこの長編みをスキップして左側の長編みに針を入れ、長編みをして、そして鎖2つして方眼編み、はい、このようにね続けます。はい、3段目の見た目、はい、ここにね鎖1が入っています。これをね忘れないように気をつけましょう。3段目の終わりのところです。はい、今ね長編みをしたところです。この長編み1目分として鎖編みを1目編んでおくでしたね。そして角のための右側の長編みを2目編んで、これでね角の22が揃いました。鎖1と細編み1で終わります。はい、この終わり方、そして編み始めはいつも同じです。4段目もまずはこの最後の隙間に長編みを2目編みますね。そして1目目の方には必ずマーカーをつけておきます。そして、角が終わったら、はい、こちら側になって、またね方眼編みを続けるためにどうしたらいいかなと見ていきます。はい、はい、そしてここのところね、最初のところを見ます。まずねよく見るとここは鎖1しかないですね。はい、この鎖2とね1、はい、紛らわしいですがここは鎖1しかなかったので、はい、こちらの方眼編みに合わせたいですから間2を取ってここということになるから、すぐ隣に長編みを編むということになります。4段目の編み始め、このようにねなってます。そして次に鎖2つを編んでこちらの長編みに飛んで方眼編みができましたね。はい、このところねいつもあの増し目ポイントの、前後がねポイントになります。はい、鎖2つをしました。このようにね編んでいきます。はい、4段目でね角の近くまでやってきました。はい、そしてねここのところ、ここはまだ鎖2つだから2つ編んでこの長編みに長編みをします。そして気をつけるのはここでしたね。ここは鎖1だけしかないから 1,2 スキップでここに長編みをすると方眼編みができるから鎖2つしてこのね長編みに長編みです。
最初のね、ここと同じ見た目になっているはずです、はい、そして次は角に入って222を編みます。そしていつも角はね、この角の隙間を中心に鏡合わせですから、はい、どうだったかなって時はね、さっき編んだ方を見るといいですね。同じことをすればいいということになります。すぐ隣の長編みに針を入れ、長編みを入れ、編んで、そして、はい、この長編みとこの鎖編みをスキップしてこの長編みに編みます。ここに2目あります。鎖2つして1,2 スキップ3番目、この長編みに長編みをします。はい、このようなね、見た目になります。このところね、鎖2つしていって、下も鎖編みと長編みの2目スキップです。そしてこの長編みの上に長編みを編んだ後に角に入って222、その後にすぐ隣のこの長編みの上に長編みを編んで、そして鎖編みを2目、ここの長編みとこの鎖編みの1,2スキップして次の長編みの上に長編みを編みました。はい、このようにね、こちら側の方編みをつなぐための編み方で、この増し目ポイントのね、この前後がこのようにね、段ごとに、はい、変化をしていきます。4段目の終わりのところにやってきてます。はい、まずは長編みをして、はい、そして鎖2つして、この鎖編み1つと長編みの 1,2 スキップして3番目、はい、最後の長編みの上に長編みをして、そして角の右側の長編み2目です。そして鎖1、細編み1で終わります。4段目が終わりました。そして、ここでね、気づいたポイントがあると思うんですが、このところの見た目、長編みが3目続いているのはこの4段目と1段目、なのでこれはね、3段リピートということになります。それでは5段目を編んでみます。まずはいつも通り、ここの中に長編みを2目編みます。1目目の方には必ずマーカーをつけておきますね。はい、そして次はどう編むかなと見た時に、はい、いつも、方編みが編めるように工夫するでしたね。そしてここのところは長編みが今3目続いているので、鎖2目して長編みを1番2番スキップ3番目の方に長編みをすると方が編みができました。はい、このようにね、編みます。5段目のね、始めこのようになっています。長編み、長編み、増し目分ですね、角の編み方をした後すぐ鎖2つを編みました。はい、これは、はい、このね、2段目と同じなんですね。はい、2段目と同じことをしています。はい、5段目のね、角のところにやってきています。今鎖2目して、ここをね、鎖2目あるから、ここにね、長編みをします。はい、この鎖も2目、ここも2目です。そして鎖2目して長編みが 1,2 あるから 1,2 スキップ角に入りますね。はい、はい、そして角が終わったら鏡合わせだから、はい、この角の鎖2目を中心に鏡合わせだから振り返ってね、確認するといいです。そして今長編みが3目つながっていますから、この2目をスキップするといいですね。鎖2つ
編んで長編みを1、2、スキップ3番目に長編み、はい、次から鎖2つ長編み、はい、そして、編み方はね、1、2、3段のリピートです。ここも1、2、次も3段目の編み方、いつも3段リピートで模様ができています。時々ね、うっかり間違いやすいですから、段を編むごとにね、ちゃんと、この方眼編みがつながっているかなとね、確認していくといいかなと思います。そして、半分によってね、形を見てみます。はい、このようにね、襟ができていて、袖肩をいっぺんにね、ぐるぐる編んでいます。そして、1、2、3段と繰り返し編んでいきます。この角のところがね、脇のところになって、こちら側が袖肩、こちら側が身頃です。そしてこの身頃、角から角までがご自分の、好みの幅になるまで、はい、バスト周りなど、はい、ご希望の大きさになるまで、どん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 1、2、3段を繰り返して編んでいきます。そして私は糸のね、長さが限られておりましたね。合計で 253g なんですけれども、はい、糸はね、マジックノットでつないでおります。そして、できるだけ今回は私は、横幅を取りたいなと思っているので、割とね、大きめに、はい、編みたいと思います。丈が短くなっても横幅をゆったりしたいなと思っております。それではね、私も、希望の大きさになるまでこの 1,2,3 段を繰り返し編んでいきます。色を変えるときは段の区切りのいいところで交換するようにします。皆様はね、毛糸がね、たくさんあるわという方はね、1色で編んでいただいても、2色で編んでいただいても、そのあたりはお好みです。私は数が少なくなった糸を集めて、白と、水色、ネイビーとね、3色で構成しようと思っております。はい、身頃をね、ぐるぐると、一方方向に編んでいる途中なんですが、そろそろね、いいかなと思う段まで来ました。私はこのようにね、白が、終わって、あとね、襟を縁編みする分だけ少し残しているんですが、その分ね、残した後使い切って、こちらのね、薄めのブルー、サックスブルーだったと思うんですが、こちらにね、切り替わったところですが、どんどんね、1、2、3、1、2、3、1、2、3と編んできたところです。段数をね、数えてみます。白のところが今12段で18段、はい、18段目まで編んだところになります。寸法をね、ちょっと測ってみたいと思います。まずね、襟の一番高いところから今編んだ18段目までのところを、測ってみます。およそ34センチになっています。着丈としては、もう半分ぐらい、だいたい半分ぐらいかなと思います。それから袖の方なんですが、十分ね、空いています。25センチになっています。それから今回はオーバーサイズで、こうゆったりね、着たいなと思っていまして、ちょっとね、大きめに編んでいるところなんですが、今ね、だいたい63センチになっています。これをね、お好きな段まで編んでいただいて大丈夫です。それも広がっていきますけれども、涼しく着るにはね、ちょうどいいかなと思います。このようにね、ラグランスリーブになっております。それではね、私はこれから19段目ですが、皆様はね、好きな、段で、いいのですが、一応ね、1、2、3、1、2、3の区切りなので、18段目で終わっているところになります。編み方としては、次は1段目の編み方を編む部分ということになりますが、ここから分割していくやり方をやっていきます。では私の19段目が分割する段になります。まずここは今まで通りのルールで編んでいきます。はい、編み始めは今まで通りのルールで編んでいきますので、まず1目編んで、
マーカーをつけておいて、もう1目編みますね。はい、角の中に2目編みました。そして、編み方としては1段目の編み方のところなんですけれども、はい、ここですね、最初の長編みの上に長編みをして、見た目上長編みが3目続いているところとなります。そして鎖編み2編みして、長編み鎖編みの1、2をスキップ、3番目の長編みに長編み、はい、これでね、方眼編みの最初ができました。鎖に長編みを続けます。それでは次の左の角のところでまたね、分割の説明をいたします。はい、分割の段の私の19段目になります。はい、ここから編み始めて左側の角のところの近くまでやってきています。まずね、ここを長編みをして、そして、ここは1、2スキップ、3番目です。鎖2つして、鎖編み長編みの2目をスキップ、3番目のここにね、長編みです。この編み始めと、同じ見た目になるように編みますから、この角にまず長編みを2目編みます。はい、そして、ここまで編んだら分割をするんですが、方眼編みの、ルールで編めるようにするために、ここに鎖編みを1目編んでおきます。鎖編みをね、一目編みました。そして次の隣の、角を持ってきます。そうするとここがね、お袖になります。はい、今度は、今右側で編んだことを鏡合わせに編むということになります。同じことをいたします。角の中に針を入れ、長編みを2目です。はい、そしてこちらを確認して、はい、次は長編みでしたね。では最初の長編みのところに長編み、はい、そして次は鎖2つ長編み、はい、このね、分割した鎖1を編んだところを中心に左右対称の見た目になっていることを確認します。はい、そして、ここのね、次の段のところからはもう角の増し目部分がなくなって、方眼編みだけを続けていくことになるから、こういう風にね、編んでますね。そしてここ次の段編むときは長編み鎖鎖、鎖1だったところに長編み鎖鎖長編みと、このね、長編み鎖2目の方眼編みがここに編めるようになりますので、これですっきりとした、見た目になると思います。このように分割するときは、この方眼編みの見た目に編めるようにこのね、鎖1を足したということになります。このルールで、お好きな段でね、分割していただいて大丈夫です。はい、次の角の手前までやってきています。こちら側でも分割をして、袖と身頃をね、分けていくところになります。今までのルール通りに編んでいきますね。はい、そしてここに長編みを2目、そして先ほど反対側編んだ時は鎖1をしたんですが、こちら側ね、次の角を編み始めのところに帰ってきます。はい、ですから、ここのところはね、細編みでつなぎます。鎖1の代わりに細編みをいたします。マーカーをしていたところに針を入れ、細編み、はい、このようにね、つなぎました。この細編みが鎖編みの代わりということになります。そしてこのようにね、分割ができましたので、この時点でね、皆様必ず試着して、身頃の幅は大丈夫かな、袖は大丈夫かなとね、確認をしましょう。それでは、分割した段が19段目で、次がね、20段目です。はい、20段目以降はずっと同じになります。まずここのところ側に長編みを編みます。はい、それでは編んでいきますね。はい、側にこのようにね、編みます。さっき編んだ細編みの上にかぶせるように長編みを1つ編んで、マーカーをして、はい、ここからはずっともうね、方眼編みだけです。鎖2つして、長編み長編みをスキップ、3番目の長編みに長編み、はい、ここでね、鎖2目の方眼編みが1個できました。そ
して鎖して長編みと編んでいきます。はい、全体を確認してみましょう。涼しげな、ね、色になりました。はい、このようにね、分割したところでこんな風にね、袖が両側できております。必ずね、編み進める前に試着をしてみましょう。理想のね、着心地のオーバーサイズになっているかなとね、見てみましょう。そして、このままね、方側編みを編んでいって、反対側の、このね、分割地点も同じように編みますね。はい、次の段を編むとき同じように編んでいきます。長編み、鎖鎖、長編み、鎖鎖、そして次の長編みはさっき鎖編みと編んだここですね。はい、ここのところにね、はい、束にとって長編みを編んでいきましょう。全く同じ要領ということになります。そして次の段からはね、もう方眼編みの段だけになりますから、お好きな長さまで編んでいただいて大丈夫です。ショートにしたい方も、お尻すっぽりしたい方も、はい、まっすぐね、こんな感じで編んでいきましょう。とってもね、見た目にも涼しい着心地だと思うんですよね。私はこういうウェアはいつもね、カップ付きのキャミソールを下に着て、はい、タンクトップのね、形の、はい、肩が紐になっているのを着て、女子マネーさんがね、着ているものになりますが、あれの上にね、いつもね、こういうもの着ております。最近ではね、皆さんよくご存知の、ファストファッションのね、お店さんいくつもありますけど、ああいうところでもね、販売してるのをね、よく YouTube の CM でもね、見かけますので、ぜひそういうものをね、用意していただいて、夏の手編みをね、楽しんでいただければと思います。そして、本日は、前編としてここまでとさせていただきます。はい、最後までご視聴くださり、本当にありがとうございます。今日のね、こちらの、このオーバーサイズの、サマートップ、プローバー、面白かった、編んでみようかな、など、ぜひご感想を、コメントにてお聞かせいただけますと大変嬉しいです。そして、後編の方ではね、私の方は身頃を、希望の丈まで編み進めてきますので、あとは、各縁編みの編み方ということになります。ぜひ皆様もお手持ちのお好きな毛糸、はい、お好きな糸、コットンでも、リネンでも、また、アクリル中細などでもね、編めますので、お好きな糸で編んでいただければと思います。123のルールさえ、間違わなければ、このようにね、綺麗な方眼編みの涼しげなね、編み物、こういうね、サマートップになりますので、ぜひね、たくさんの皆様に編んでいただけましたら幸いです。そして、リカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。ぜひこの機会にチャンネルへのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みのりかわでした。はい、女子マネさんに試着をしていただいております。下にね、いつもの、はい、カップ付きのキャミソールを着ています。T シャツのね、生地なので、はい、どんな年齢でも抵抗なく着れるものだなと思っています。今、私のはね、分割をしたばかりなので、まだね、このおへそよりちょっと上かなというぐらいなんですけれども、これぐらいの丈でね、着るのもね、可愛いかなと思います。はい、私も試着をして、着丈をね、決めていきたいと思いますが、もう少しね、編みたいと思います。はい、このね、袖のところもたっぷり、はい、お袖がありますので、二の腕もね、バッチリ隠れますね。はい、お好きな長さまで編んでね、チュニック丈にするのもいいかなと思います。社長さん、こんにちは。社長さんね、お腹いっぱいでね、ねんねしてらっしゃいます。エアコンの効いたお部屋でね、床がきっと冷たいんでしょうね。さっきね、東京ちょっと地震で揺れたんですけどね、この方は何にも気にしないでね、スースー寝てらっしゃいました。ねえ、社長さん。まあ、全国の皆さん、社長さんに会いたいって。あれさは人気者だね。そうそう、この前ね、社長さんにって、おやつ買ってねって、スーパーサンクスももらったんだよ。ありがとうって。お芋さん買ってもらってよって。ね、よかったらね。眠いね。はい、もうね、おじいちゃんですので、ほんと、一日中寝ていらっしゃいます。お散歩をね、一日おきに夕方に行っております。じゃあね、社長さん、またねー。